いい声だな。いや、マジでお前みたいにうまいボーカルは初めてだ。な、バンドに興味ねえか。俺たちは道楽でバンドをやってるつもりはない。ビッグになるっていう夢がある。女のご機嫌を伺いながら暮らしてるお前にはわからないだろうけど。わからねえな。だったら知った風な口聞くんじゃねえ。俺たちは真剣に夢を追いかけてるんだ。昇格するぜ、ボーカル大河内拓也。来いよ拓也、自慢の喉を聞かせてくれ。すごいメンツだな。クライムのユキとサンタ、ネオンのトーア、ルシーメイのアツロ、そしてあれがバンドだ。最高だろ。一緒にやろうぜ。断る。いないか。なんか俺すっげえ片思いしてる気分。気色悪いこと言うな。もういいじゃねえか、あんなやつ。ほっとけよ。惚れた弱みだ。俺もあいつの恋に惚れた。お前だってそうだろ。声はいいが性格が気に入らねえ。ああ、あいつがボーカルをやれば最高のバンドができるのにな。脈はあるさ。え？あの時俺たちが感じた感覚は特別だった。あいつだってそれは感じたはずだ。でなきゃ最後まで付き合うわけがない。だろ。もう一度あいつの声に俺のギター絡ませてみてよ。そんなに惚れた相手ならアタックあるのみ。いつかきっとアツロの気持ちは伝わるよ。そうかな。そうよ。おはよう。随分と硬いベッドが好きなんだな。なあ、俺たちとバンドやろうぜ。この間のセッション昨夜も楽しかったろ。俺なんかもうすんげえテンション上がっちゃってさ。とにかくこんなところで待たれちゃ迷惑だ。待ってくれ。キスマーク。わかったろ。俺は今眠いんだ。お前のたわごと聞いてる暇ないんだよ。シュバンシーのフィフスオブバカンスか。洒落た香水つけてる女だな。バンドの話なら断ったはずだ。
お前の声なら俺のベースにぴったりだ。俺もあんなに自分の出す音を気持ちよく感じたことはない。勘違いするな。俺はお前を感じさせるために歌ったんじゃないんだぜ。なあ、もう一度考えてみてくれねえか。しつこいぜ。遊びはごめんだ。俺が欲しけりゃ金で雇え。ふざけんな。気が向いたらここへ来い。お疲れさん。誰だあんた。俺は工藤、ラディカルっていうバンドをやってる。はぁ、なんだ、具合でも悪いんか。いや、で、要件は。俺たちラディカルは再来月大手のレコード会社からデビューする。ライブでは1000人近くの動員を誇ると言ってもいつまでもインディーズでやってられないしな。だがボーカルが音楽性の違いで抜けちまった。話は手短にしてくれないか。つまり俺たちは君が欲しい。なるほど、プロってことだな。表が出たら話聞いてやってもいいぜ。オーケー。連れてきました。彼が大河内咲也。こちらはオールラウンドレコードの古市プロデューサー。よろしく。古市さんはスナイパーや MQD を送り出したバリバリのプロデューサーさ。で、条件は。とりあえず声を聞かせてもらおうか。よし、行こう。地下のスタジオにうちのメンバーがいる。あいつが新しいボーカル？まだ子供じゃねえの。確かにルックスはいいがね。あの生意気なガキ、一体どういう素性のやつなんだ。ただのガキじゃありませんよ。調べてわかったのは、母親が元シンガーですでに死亡、父親はアメリカ人らしいですが詳しくはわかりません。それであの青い目か。今はホテルのクラブで働きながら一人で生計を立てています。なるほど。まあ聞いてください。どんな条件を出しても彼を欲しくなりますよ。さあ行ってみようぜ咲也。さすがだな。君なら文句ない。できるだけいい条件で契約させてもらうよ。どうだ、お前にとっても最高のチャンスだと思わねえか。条件を言ってくれ。俺は高いぜ。
何を考えている？はい、申し訳ありません、家元。今日はここまで。ありがとうございました。雪文は、お前の趣味のことでとやかく言うつもりはない。しかし稽古がおろそかになるようではな。わかっています、お父さん。ありがとうございました。安くするぜ。楽器なんか関係ない、腕だよ。あっそう。なあ、知ってるか、ラディカルがメジャーデビューするってさ。ああ、すげえボーカル見つけたらしいな。まだ17だって。ホテルのクラブで歌ってたらしいぜ。はい、そうです。あ、何？あ、マジかよ。狭い小屋だろ。でもな、今にもっとでかい会場をいっぱいにしてみせるさ。工藤さん、ちょっと、ここのセッティングのことなんですけどね。やっぱり最初の方がいいんじゃないかと思うんですけど。お前が新しいボーカルか。そうだ、それが何か。ラッキーなやつだな、メジャーデビュー寸前のバンドに参加できるなんて。あんたは？ラディカルのボーカルだった。クビになったかな。クビ？そうだ、ずっとみんなと一緒に苦労してきたっていうのに、あっさりメンバーから外されるなんてな。それもお前なんかのせいで。まあ確かにお前なら歌が下手でもルックスだけでファンをつかめるしな。ったく、リーダーもなりふり構わずだぜ。なかなかだ、この店を満員にするだけのことは。ちょっとどいてよ。へっ、俺たちだってステージに上がりさえすれば。ルックスだけかと思ったら結構やるよね。テクニックも音楽性も確か。それじゃあここで俺たちの新しいボーカルを紹介するぜ。いよいよだ、頼むぞ。最高の条件を提示した。君もバカじゃなきゃ契約した方が得だということは分かるだろう。全ては今日の客の反応次第だ。大越咲也！やれやがって。やっぱりいい声してるぜ。そう、みんな最高だったぜ。古市プロデューサーもホクホク顔で帰ってった。これで決まりだ。いよいよメジャーデビュー、あとはどこまで階段を上り詰められるかやってやろうぜ。おっす。
し腕が鳴るぜ。頑張ろうぜ。今日の客の反応も良かったな。良かったな。前のボーカル、音楽性の違いでやめたって言ってたよな。あんたがやめさせたんだろ、無理やり。あいつがボーカルじゃ、俺たちはインディーズの壁を突き破れない。俺たちはもっと強力な声が欲しかったのさ。俺たちはお前の声を利用する。だから、お前も俺たちを利用すればいい。あいつがラディカルのメンバーになっちまうとはな。確かにラディカルはすげえけどな。でも何かが違うだろ。そうだ、ライブハウスを途中で出たのは聞いているのが辛かったからだ。あいつの声はラディカルには合わない。サクヤの声が死んでいた。俺ならもっと生かしてやれる。俺だってもう一度説得しよう。本気でぶつかれば絶対分かってくれるって。ひっ、そんな生優しい相手かよ。これ以上、わかったよ、これが最後だぞ。今日もお疲れなんだろ。差し入れ、姉ちゃんの作ったおにぎり美味しいぜ。一人暮らしの男を落とすにはやっぱり飯で釣るしかないって姉ちゃんが。あ、待てよ、話を聞いてくれ。俺たちは真剣なんだ。随分とふぬけたライブだったな。わざわざそんなこと言いに来たのか。あれじゃお前の歌が台無しだ。そうだろ。お前には俺たちの演奏がベストだ。そして俺たちのボーカルはお前しかいない。あのセッションの時に感じたことに素直になれよ。俺たちみんなが互いの胸の鼓動を感じ、同じ風の中にいた。あんなことはこのメンバー以外にはありえない。勝手な思い込みはやめろ。何度も言ったろ、迷惑だって。き、金を積まれて飼い犬になる気か。ああ、お前たちの夢とやらに付き合うよりはマシだ。待てよ、やめろよ。これ以上何を言っても無駄だ。俺たちの買いかぶりだったってことだ。もういいよ、他の奴を探そう。うっせえ、サンタ。他に誰がいる。あいつの代わりなんかいやしねえんだ。どうやらサンタの奴が一番惚れてたらしいな。まだだいぶ晴れてんな。どうってことないよ、このくらい。悪かったな、代わりに何か飲みもおごるぜ。悪いな、
俺、ミルクティー。俺はホットコーヒー。わかったよ。みんなにおごるよ。何しに来た？ん？そんなに俺のバックバンドがやりたいなら、やらせてやる。今日から俺がボーカルだ。